皆さんごきげんよう、さきのです。今日はですね、私がいつもメイクしてる時の後ろですね、ちょっとね、鏡があったりエアコンが映ったりとかしてるんですけど、私のドレッサー周りのブラシ収納と便利グッズを紹介していきたいと思います。後ろにね、映ってるのが私のドレッサーになるんですけど、ここにあるこのタンス、ここにあるこのタンスがね、最近来たんですよ。だから一回ガラッと部屋をチェンジして最初からになっちゃったので、コスメ収納だったりとか、あとドレッサー周りだったりとかは近々別の動画で出したいと思います。で、今回はですね、リクエストとかもたくさんもらっていたブラシの収納方法を紹介していきたいと思います。もう革命だって思うぐらいいいものがあったので、それも紹介していきます。それではスタート。それがですね、これです。このじゃん、6プラスのものになるんですけど、で、ね、後ろがねすごい散らかってて申し訳ないんですけど、これね本当に便利で、チークだったりとか、どっちにピントが合ってる、はい、それがですね、ドレッサーの横にある6プラスの筆置き。これがね、何なんだというとですね、こう私のハイライトブラシだったりチークブラシだったりとか、こういう風に使ったら、こういう風に磁石でつけれるようになってます。で、これ全然違う種類の、全然違うブランドの筆が3つあるんですけど、どのね筆にもフィットするように、こういった形にゴムに磁石がついてるやつがついてるんですけど、それをねここにこうブスッとはめます。そうしたらどの筆にもね大体合うので、これをねこういう風にポンってつけます。メイクしててこうファファファってやって、ここにトンってできるっていうのは本当に革命的だなって思ったぐらい便利なアイテムでした。実際になんかゲットするまでは正直そこまでなんか、まああったら便利かなー的な感じで考えたんですけど、今はねなきゃ無理ってぐらい便利なアイテムで、こういうなんか筒みたいなやつにこう立てかけたりとかするのもあると思うんですけど、それはちょっと埃がね溜まっちゃうのが私すごい気になってて、ちょっと嫌だなーと思ってたんですけど、これはねこれがガードしてくれるし、ゴムのねマグネットのところつけとけば、洗った後にポンって干したりとかもできるので、ものすっごく便利です。メイク直しとかね、サササーっとした後にここにポンって戻せばいいだけだ。これすごくお気に入りで、5月のお気に入りにね入れようと思ってたんですけど、今回ね別で動画撮りたいなと思ってブラシ収納の動画を撮りました。すっごくおすすめ、本当におすすめ。はい、今ねこの筆を紹介したここになるんですけど、この入れ物は IKEA で買ったものになって、ここにはヘアアイロンだったりとか、あとここにブラシが入っています。開けます。よいしょ、こんな感じで入ってますね。ここにはねこんな感じで、こっちはねおっきめのフェイスブラシを右側に、左側ですね、この辺に入れてて、まあ大体使ってるんですよ。私ブラシマニアでもあるので、結構ブラシは集めてて、で、洗ったりとかすると使えなくなるじゃないですか、2、3日。それがすごい嫌なので、たくさん用途に分けて入ってます。で、ここにある真ん中のこれは、スタイルコリアンで1万円か1万5千円か買い物したら、プレゼントしてもらえるものです。これ結構すごくて、開けますよ。これすごいんですよ。見て。ほら、鏡もね、こんな感じであって、メイクブラシがね、ブワッて立ってくれます。すごくない？これ。結構便利なアイテムになってるんですけど、まだね、全然使ってないですね。これでもフルメイクができるぐらいのものが入ってます。スタイルコリアンで生きがいしたらもらえるので、よかったらゲットしてみてください。で、ここにあるブラシは、これはなんか雑誌の付録だった気がする。とか、あと、ロージーローザの、これでね、マシュマロフィニッシュパウダーを肌につけると、ものすっごく肌がね、ふわっと毛穴が隠れるので、お気に入り。あと、大体 Amazon で買える、前に動画で紹介したと思うんですけど、大理石の柄のブラシだったりとか、メイベリンのミネラルパウダーについてたブラシだったりとか、あとなんかヘアアクセサリーとかもあったりとか、あと6プラスですね。6プラスはほんとたくさんある。これもそう。あとね、これはね、中に本当は入ってるんですけど、フランフランでね、結構前に買ったものになります。で、この下、行くと、でね、このね、入れ物なんですけど、ブルームボックスだったかな、グロッシーボックスだったかな、なんか定期的に月に1回送られてくるコスメのサービスみたいなのがあるんですけど、それに入ってた時にもらったやつです。なんかね、あんまり良くなくて解約しちゃったんですけど、これがあります。これ結構しっかりしてる箱なので、おすすめ。で、下に行くと、じゃーん、こんな感じで貝殻があります。これは、まあ、お気に入りで紹介したと思うんだけども、完全に見た目が可愛いっていうので買いました。パカッ！
中身こんな感じのびっくりするぐらい真っ青なブラシなんですよ。あんまないですよね、真っ青なブラシで先がピンクって。すごいなんか特徴的なブラシなんですけど、でも意外とね、毛はね柔らかくて使いやすいんですよ。これはなんかもう持ってるだけで満足って感じで、ここにあるは、6プラス、さっきから6プラスばっかり言ってるんですけど、6プラスのスポンジです。本当にスポンジね、6プラスがおすすめってくらい大好きなスポンジ。2つ付いてるやつをゲットしてみました。これは普通に大きいけど、こっちは本当に微妙な大きさで、すごく使いやすそうだなと思ってゲットしました。ストックですね。絶対ストックしてます、6プラスのスポンジ。はい。閉めて、そしたらここの下ですね。ガチャン。はい、こんな感じで6プラスのこれは筆ボックスですね。よいしょ、こんな感じで必要なやつはね、上にさっきのブラシ置きのところに入れたんですけど、こんな感じで取っといてます。で、これ結構ね持ち歩きに便利なので、旅行の時とかこれに入れて一斉に持ち歩いたりとかもします。でね、ここは結構いろいろ入ってるんですけど、これはファンの方にいただいたブラシのセットになります。この中に入ってるブラシとかは持ち歩きのポーチの中に入れてます。ありがとうございます。これはね、大家さんにねもらったんですよ。私のお家の大家さんが本当にいい方で、熊の筆だと思うんだけど、それの筆をねくださって、すごい便利な筆がいっぱいあるんですけど、それをくださいました。ありがとうございます。こんな感じで持ち歩きに良いブラシがあります。だったり、あとこれですね。これもなんかメイクさんみたいな感じになってるブラシなんですけど、こういう感じはまだね、他にもあるので、それが汚れてきたりとか、洗ったりとかするときにこっち使うかもしれないなと思って入れてます。で、ここのね、入れ物は、棚はね、なんでもボックスっちゃなんでもボックスで、いろいろ入ってます。あとこれ、今度なんか作り方をね、紹介しようかなと思ってるんですけど、キャンメイクのパレットですね。これ結構ほんと便利で、パパって急いでる時とかこれ全部出せば、アイメイク、チーク、ハイライト全部完了するので、本当におすすめのパレット。大好きこれ。とかをね、ここに入れてます。はい、皆さんどうだったでしょうか。私のブラシ収納と便利グッズの紹介でした。最初に紹介した6プラスのやつ4000円ぐらいしたんですけど、本当にあるとないではね、メイクの素早さだったりとか便利さが全然違うので、下にねリンクを貼っとくのでぜひ見てみてください。本当におすすめしたいと思った。初めて家のねなんかドレッサー周りみたいなやつを紹介したんですけど、これからタンスが来たことだし、いろいろねちょっとお見せできるように掃除したりとかして、お見せできるように収納して紹介していくので、それも楽しみにしててください。はい、この動画が参考になったよって方はグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。で、 Twitter と Instagram もやっていますので、説明欄からフォローお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さきのでした。バイバイ。